ですね、イスラエルもパレスチナもこれね、アブラハムの子孫なんですよね。もともと兄弟ですよ、ね、兄弟なんですよ。そこでやっぱり土地の奪い合いを始めたんですよ。もともとそこに争いがあったんですよ。はい、こんにちは。こんにちは、今日はですね、スペシャルゲスト、ムガーヌさんを迎えて、今ですね、イスラエル、そして、パレスチナ、こちらの、ね、問題についてムガーヌさんに話をお聞きしたいというふうに思っております。よろしくお願いします。はい、まずですね、ムガーヌさんがどういう方かというと、今のね、パキスタン、ね、ムガーヌ帝国というね、過去に、その産業革命の前に医療革命といって、こちらのね、革命があって、約400年平和な国を作ったと。まあ、その時に植民地政策によって、まあ、イギリスがね、戦略して、そしてムガール帝国が、まあ、崩壊したと。で、その末裔なんですね。はい、その王様の末裔。そして、湾岸戦争、この時は、朝バレ生テレビとか、まあ、こういった番組で、中東の問題に関して、まあ、コメンテーターとして、ゲスト出演、されてました。これ、なぜこれが起きたのかっていうね、いろんな小競り合いがあったんですけれども、実はこれはですね、3000年過去に遡る必要があるということで、もともとね、まあ、宗教の方も専門でありますので、ムガールさんにですね、その今イスラエル、そして パレスチナ、この2国がなぜ今こういったね、戦争が起きたのか、このことについて詳しく話をお聞きしたいというふうに思っております。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。はい、こちらですけれどもね、今イスラエルと、まあ、非常に空爆で、多くの方が亡くなってますけれども、はい、この問題ですけど、なぜこういったことが起きたんでしょうか。これ小坂さんね、実際さっきはね、おっしゃったのに、3000年前に遡らないとこの原因がわからないっていうことは、もっともっと言うと、もっと6000年までいかないとわからない、はい、人類は全部戦いの人類である。なるほど。平和の人類は一回もないんです。そうですよね。だから戦争は戦争を繰り返して繰り返して、多分戦争は終わらないし、平和も来ないと思います。ということは、戦争が異常ではなくて、もともと人類の歴史には戦争というのはつきものなんだ。つきものなんですよ、これですね。なんでもね、結果で私はこれ本当にこの、ね、もともとこのイスラエル・パレスチナね、この焦点を合わせていきたいと思いますから、もともとこれね、2人ともですね、イスラエルもパレスチナもこれね、アブラハムの子孫なんですよね。もともと兄弟ですか。兄弟なんですよ。なぜかってね、お父さんはアブラハムで、アブラハムのお母さんが、奥さんが2人いたんですね。いますよね。で、はい、長男が生まれてきたのエジプト人の女性、ハガルから生まれてきたイシマエル、はい、で、次男がイサハクが生まれてきたのヒブライ人のサラ、サラ。だから2人のお母さんが2人の民族を生んでるわけですね。なるほど。で、お父さんは一緒なんですけど、で、長男から生まれてきたね、エジプト人で、12人の子供で、イシュマエルで、これアラブ民族、で、次男から生まれてきたこれはヘブライ人で、ユダヤ人です。だから腹違いのですね、この兄弟がもともとは戦ってたんですよ。なるほど。ってことは、アブラハムがいて、でサラという奥さんがいましたよね。そうです。で、まあ、2人の間に子供がなかなかできなかったので、そうで、ハガルの方から子供をということで、最初に生まれたのがイシュマエル。イシュマエル。そしてサラから、でもそれではね、ダメだということで、サラも子供を産んだんですね。そうです。それがイサクと。そうです。で、これがいわゆる、アラブとユダヤ、つまりイスラム教とユダヤ教に分かれたんですね。そうなんですよ。なるほど。で、その時宗教というものじゃなかったんですよ。みんなアブラハム教なんですよ。はいはいはい、はい、アブラハムの神様を信じるということは、ヤウェだとか、はい、その時アラブもないし、ナラもないけど、はい、で、結局アブラハムの子孫として生まれたけど、ただそこには相続面とかね、権力争いとか、やっぱりそうです。だから俺たちは本物だ、本気本物って言ったら長男から言ってくるし、次男は俺たちは本物だって言ってて、そこでやっぱり土地の奪い合いを始めたんですよ。もともとそこに争いがあったんですよ。で、アラブの中で何かって、その時はね、水が一番宝物であるから、水が出る井戸の多いところが栄えてる土地が全部ね、もうユダヤ人が奪っていくわけですよ。俺は本気本物だ。そしたら、ね、イスラエルのね、奪っていったら、このアラブ人はやっぱり砂漠の中で何もないから、そこでやっぱりですね、このハガルが祈って、イシュマエルにお願いして、どうにか神様ここにもね、水出るようにしてくださいって。これは実際今メッカであるんですよね。メッカでそのイシュマエルが自分の足かことで蹴ったら湖が出てきたっていう、これは本当の話です。そのメッカっていうのは今サウジアラビアですよね。そうです。ですから、サウジアラビアっていうのは、いわゆるその中東の中でも特別な扱いで、はいはい、そこはイスラムの聖地になっちゃう、はい、まあ、アラブの聖地というのは、はい、
でその後にもちろんですね、今から1400年前、うん、もうモハメド先生が生まれてきたんですけど、うん、まず流れてみると、まずもうパレスチナというかアラブ人とユダヤ人がすでに争って、うん、最終的に、ね、そのどっちかというと王国できたのはパラオとしてエジプト王国ができたんですよ、うん、でユダヤ人は国ができなかったんですね、うん、今まで歴史の中で、うん、そうするとユダヤ人に対してものすごい恨みがある、俺たちの国がいつできるんだと思って、うん、だからそこでね600年間ですね、うん、ずっとモーゼの10回で映画見たらですね、うん、はい、牢屋に入れられて奴隷扱いされてですね、うん、そこにモーゼが来て彼らを救って、うん、初めて救ったのはユダヤ民族イスラエルと言われる名前がついたんですね。その時に石板が出てきたんです、ね、なるほど。だからこの辺でね、日本人ちょっと難しいと思うんですよ、この問題理解するのね。まあそうですよね、宗教では理解できないんですよ、これですね、うん、なるほど。まあ、今のところちょっと整理したいんですけれども、もともと今のイギリスがね、うん、いわゆるオスマン帝国、ね、はい、いわゆるここを攻めたわけですよね、第一次世界大戦、うん、でこの時のオスマン帝国っていうのは、うん、いわゆる今のトルコですよね。そうです。でトルコがいわゆる実効支配をしてたと。そうです。でこの支配をしてたのは実はエルサレム。そうです。ここもそうなんですよね。ですからもともとエルサレムという場所っていうのは今ここが一応問題になってて、エルサレムってね、いわゆるシオニズム運動といって、そうです、要はシオンっていうね、このエルサレムのことを言うんですけれども、ここにイスラエル人がもう帰るということで、まあ、ここに国を作るんだと。でこれなぜこんな運びになったかっていうと、いわゆるオスマン帝国をイギリスがね占領し、その時にね三枚舌外交っていうのをやるんですよ。でこれユダヤからお金が欲しいから、うん、でユダヤにねお金を出したら、この土地をお前たちにあげるというわけですね。 そしてその時に今度アラブ人でもこれ終わったら君たちにあげるからと。でするとこの両国でもうごたごたになってしまって、収めるに収めきれなくなったんですね、イギリスが。 yes, yes. でイギリスとフランスでは2国でこの領土を山分けしようという話もしてるわけです、yes. だからこれをね三枚舌外交と言って、うん、でどうしようもなくなって、どうしたかというと、うん、お手上げ、イギリスは、yes. もう君たちの勝手にしなさいと言って撤退したわけです。そうです。そこで遺恨が残って、でごたごたになったわけですよね。そこに力を持った人たちが国を作っちゃったわけですよ、ね、うん、はい。でイスラエルはやっぱユダヤ人力を持ってたから、うん、世界の富を持ってるから、うん、どんどん不動産を買ってたから、ね、うん、だからユダヤ人に言うとね、いや俺たちはこの土地買ったんだから、うんうん、無理やり国を作ったよ、国を買ってるんだ、そうそうそう、保持してるんだって言ってるんですよね。ですからパレスチナも実はですね、うん、ユダヤ人が、うん、まあ、そういったことだったので、シオニズム運動で、うん、乗っ取ったんじゃないんですよ。例えば1000万の土地をじゃあ2000万出すから、うん、あだったらって言って売ってるわけ、うん、でしかも仕事も確保して、うん、通常そのパレスチナで働く料金、ね、うん、日当よりも高い日当で雇ってるわけですよ、オリーブとかなんとか作らせて、うん、ですからパレスチナにとってはすごくありがたかったわけですよ、うん、ところがここで政治のごたごたがあって、うん、この売ったことは棚にあげて、うん、土地を奪われたというような、うん、変な話にもなってるわけですよね。ですから一般的にはなんかイスラエルが勝手に国を作って奪ったっていうのは言い方しますけど、うん、本当は奪ったんじゃなくて買ってるんだと。私もね10年前に1回イスラエルに行ったんですよね、うんうん、まあ、あの番組作るために、ね、取材行って、はい、その時にずっといろんなユダヤ人にインタビューしたりとか、はい、もちろんエルサレムのモスとか全部取材したんですよ、はい、またいずれか YouTube で載せますけどですね、はいはい、で結構ですね、なんかそこ私ユダヤ人に質問したんですよね、うん、で実際ねそこに行ったらね、タクシーに乗ったらみんなね、タクシーの運転手さんはアラブ人ですよ、うん、ホテルの者はみんなアラブ人ですよ、うん、ユダヤ人はあんまり見えないんですよね、うん、だって少民族なんですよ、うん、実際は国を犯してるの全部アラブ人なんですよ。でアラブ人来たら、いや店向から見てよってこの、うん、ね、我々ユダヤ人だから俺たちは殺せばすぐ殺せるんだけど、うん、殺さないでしょ、うん、食べ物に毒入れとけば死んじゃうんだから、うんうん、でも仲良く暮らしてるんでしょ、うん、だから全てのアラブ人がイスラエルが嫌いじゃなくて、全てのユダヤ人が、ね、アラブ嫌いじゃなくて、うん、和平的にずっと2000年間一緒に住んでたんですよ、うん、最近ですよこの問題が出てきた第二次世界大戦の後に、うん、やっぱり土地を安くって、うん、奪われた国が買わされたんだから、うん、その人たちをラミネートになって出ていけって言われて、うん、難民となってるわけですね、うん、その人たちが難民になるとやっぱり最終的に
やっぱこう家を奪われてるから、うん、そこにやっぱテロを起こすしかない、うん、だから彼ら もうテロ団体になったらもうお金をもらって、うん、やっぱりこの国を奪われたから、うん、だからそのパレスチナ人の中では2種類あるんですよね、うん、平和的にパレスチナ人と過激派パレスチナ人、うん、なるほど、それを量的に考えないと、うん、全てのパレスチナ人が、ね、ハマスがテロリストだと思ったら間違いです、うん、そうですね、まあ、そこは、まあ、あのイスラム教がね全てがこう危険分子だということもまた違うのと一緒ですよね。うん、まあこれ日本でもね、まあ、かつてはね左翼右翼って言ってね過激なものもいたので、うん、そこは必ずしもその日本人全てがいいというわけじゃなくて、いわゆるメディアのスポットの当て方でね、そうなんですよ、はい、今回の戦争もですね、私も言うとずっとねもうハマスとかねもう攻撃してるとか、うん、お互いにやっぱ武器持ってるからですね、うん、で昔もね、私これ今映像で見てるんですけど、昔も同じ弓と矢でね火をつけてお互いに天と武器つけてるんですよ、うん、それを妄想してすまんすよ、想像してみれば、うん、これはもう3000年前の歴史がまだ繰り返してるなと思って、うん、ただ今ミサイル持っちゃってるから武器持っちゃってるから、うん、だからもっと危険なんです ね、 ですね。だから昔の時代はね、まあ、無差別に、ね、人殺すって もう人間扱いされなかった、うん、今は人道主義で人間は一番大切である、うん、だからやっぱりちょっと考えてですね、戦争しない、うん、戦争って言っちゃいけないけど無差別にやられる、ね、外交ですね。だからここなんですけど、うん、先ほどね3000年前に遡るって話が、うん、まあ、ありましたけども、もともと一番のネックになっているのは、うん、エルサレムですよね。で、このエルサレムを中心にね、このエルサレムって国どこか知ってますか皆さん。で、これね、イスラエルでもパレスチナでもヨルダンでもないんですね。そうです。これ自治区といって自治区です、国連が管理しているどの国でもないわけです。そうです。で、なぜそうなったかというと、もともとあの場所というのはユダヤの聖地なんですね。そうです。はい。で、このユダヤの聖地のこの後にですね、何が起きたかというと、イエス・キリスト、このイエス・キリストが聖墳墓教会というのがこのパレスチナの、このエルサレムの中にある。あります、はい、そしてゴルドガの丘って言うんだけど、このゴルドガの丘で十字にかけられたわけです。ですからここはキリスト教の聖地でもある。ですからどうなったかっていうと、ユダヤ人がバルロニアからこう追放されてね、捕虜となって奴隷かなとなって、国を追い出されて、でその後にここをキリスト教、いわゆるローマが抑えたわけですね。そうです、そうです、うん、でローマが抑えた、そしてローマが力がどん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 ね、衰退していくときに、この時にですね、第三の宗教って言われるそれイスラム教、そうです、このイスラム教が入ってきて、オスマン帝国がこれをいわゆる占領したという形ですよね。そうです。でこのイスラムはじゃあなぜこれが聖地かというと、ムハンマドがですね昇天したという、まあ、亡くなった場所、これがイサクをこのアブラハムがねこう殺そうとしたとい こう神様に試されたそのシーンがあるんだけど、その岩、この岩の上で昇天したんですね。ですからその岩の上に立っているドームで岩のドームと。そうです。そしてね、その岩のドーム私も行ったんですよ、うん、行って取材して実際ですね、うん、そこに実際ですねモハメド先生はお祈りしてたんですよね、結局、うん、メッカから来てですね、うん、そこに生きてる間、うん、結局ね霊痛というか霊的トラブルなんですよ。あ、亡くなったんじゃなくて、あ、そうですか。そうなんですよ。